監督が生徒にも殴るようなこんなチームに負けて止まるかと思って必死になって戦いました。暴力なんかスポーツに一つも必要ないよと、1ミリも必要ないよという生徒たちの強い思いを感じますね。何としても大会に出させてあげてほしいですね。こういうご質問来てますね。秀岳館高校サッカー部の暴力問題で質問です。コーチからの暴力はもちろんですが、部員同士の暴力は罪に問われることはあるのでしょうか。また生徒の謝罪動画を監督が指示したそうですが、それが罪に問われることはあるのでしょうか。これご質問の中身に答える前に、秀岳館高校サッカー部の暴力問題っていうのはいろいろお聞きしたところ、こういうことのようですね。まず最初にコーチが部員に対して、まあ、お尻のあたりを蹴り上げたり、あるいは多分手だと思うんですけど、手で背中のあたりをかなり、まあ、結構強めに引っ叩いている暴行の動画ですねがまず流れたと。でそれはまあ制服を着ている生徒に対して、まあ、どうもコーチが殴っている動画らしいということですね。でその後で今度謝罪動画が流れたと。しばらくして、まあ問題になったから謝罪動画を出さざるを得なくなったと思うんですが、多くの部員がその暴力を受けた部員と、それからそれを撮影してアップしたその部員の人たち、まあ、かなり大人数の人たちが全員で謝罪するような動画、これがその、まあ、コーチをからかってわざとその暴力を振るわれるように仕向けて、それで動画を撮影して出したんだと。これはまあいわゆるいたずらなんで大した問題じゃありませんよっていう趣旨の、ただ皆さんをお騒がして大変申し訳ないという意味の謝罪動画を出したと。でその時に謝罪動画の中では、その自分たちの自主的な判断で謝罪動画を出しているんですと。でここまで見るとですね、動画を撮ってアップするっていうのは一般的にはですよ、よくある昔昭和の運動部によくある監督やコーチから暴行をしょっちゅう受けている、それに耐えかねてそれを告発する、そういうその暴力体質をもうやめてほしいというふうに思う生徒さんたちがそれを告発する趣旨で動画をアップしたところが、謝罪動画を出すように指導されて、そして出した。その指導の過程では、これ例えばですけど、このままでは大会出られなくなるぞと、それじゃ困るだろうというようなことをまあ説得されて出したと。例えばね、そんなことがまあ想定されるんですよね、そこまでは。ところがその後、この監督さんが日本テレビのワイドショーに出演されて、で謝罪動画自体は自分は知らなかったと、決してそれをその指導して謝罪動画を出させたもんじゃないということをおっしゃったと。そしたらその後でその監督さんが謝罪動画を出すように、まあ、指導していると思われるような音声が流出してしまったと。あれ監督さん、これスッキリに出てまで嘘言ったんですかって話になっちゃったと、そういう話のようですね。で加えてその秀岳館高校の生徒さんにアンケートをどなたかが捉えたところ、コーチから生徒さんが暴行を受けている姿は、まあ、よく目撃されていたとか、あるいは部員同士の暴行もよく目撃されていたみたいな、その結果が出ていたやに聞いてます、はい。まあ、部員同士っていうのはよくあるのは上級生か下級生に暴力を振る、これ昭和によくあった運動部の風景ですね。ところがですね、これ自分の経験言って大変申し訳ないんですけど、私はもちろん3年間高校の野球部に所属してましたけども、そこではですね、昭和であったにもかかわらず一度も殴られたことないんですよね、監督にも先輩にも OB にも。でその代わり練習はめちゃめちゃ猛練習だったんですよね、長時間の猛練習、後で考えたらもっと合理的な練習をしてればもっと野球上手くなったんじゃないかと思えるような、長時間やたらに練習する高校でした。ただ必死で練習すればなんとかなるんじゃないかと思って一生懸命やってまして、その結果ですね、ある練習試合で東京の強豪の高校と戦った時にですね、相手の選手がバントかなんかミスしまして、そしたら相手の選手がベンチに行って監督からバババーンとこう平手打ちを食らったんですよね。それ見ましてですね、高校生、まあ若いですからね、メラメラと闘志が湧きまして、監督が
生徒にも殴るようなこんなチームに負けて止まるかと思って必死になって戦いました。そのことをよく覚えてます。なので昭和によくあると言いましたけど、昭和でも暴力を振るうチームと暴力を振るわないチームが確かにあったんです。この問題なんですけど、ここから明らかなようにこの部はしょっちゅうコーチなどが生徒に暴力を振るって、それによって士気を高めるのかなんか分かりませんけど、ほとんど意味ありませんけどね、そんなのは、はい、指導としては意味ありませんが、そういうことをしていた。それに対してさっき申し上げたように、生徒がこんなサッカーやりに来たのになんで殴らなきゃいけないんだと、蹴られなきゃいけないんだと、サッカーにそんなもの必要ないよと、当たり前のことを思った部員たちが結束してコーチからの暴力場面を撮影して出したと。これはもうおそらくちゃんとスポーツやらせてくれよと、そんな暴力なんかスポーツに一つも必要ないよと、1ミリも必要ないよという、その生徒たちの強い思いを感じますね。ところが生徒たちはそこまでしか当然のことから考えてませんから、監督からしたら、あるいはコーチからしたら、もうコーチはクビになるとかね、いろんなことがありうるので、それを避けたいっていうことももちろんあったでしょうが、そもそも大会に出場できなくなるんじゃないかということを恐れた可能性ありますよね。でそのために部員を説得して、謝罪動画を出させたと。わざわざ全国放送のテレビまで出て嘘つかなくてもよかったんじゃないかというふうには正直思います。もともと危機管理体制がグダグダですね。これそもそも今時ですよ、昭和の時代だってさっき言ったようにね、僕は問題にはしませんでしたけど、ふざけんなよこのチームはと思ったぐらいですから、一般の生徒が目撃するような暴行を行っていたら動画が流出するのは時間の問題だったんじゃないですか。となればもうそのことだけで危機管理が全くできてないっていうことですよね。大会に出て本当にいい戦いをしたいと思えば、まず部がですね、そんなスポーツと何の関係もない暴力を一切その、排除して、本来のサッカー部の活動をするということをすべきだったし、これからはすべきですよね。でこれについて今後その大会の出場がそのサッカー連盟なんでしょうかなどでいろいろ問題なのかもしれませんけど、私は個人的にはこれは何としても大会に出させてあげてほしいですね。もちろん暴力を振るったコーチなどは謹慎とか、あるいは永久追放、よく分かりませんけど、とにかく当分の間は指導できないという制裁を課した上で、暴力を絶対振るわないんだというその指導を徹底した上で、その上で出てほしいというふうに思います。生徒たちはおそらく最初の動画流出はとにかくまともなスポーツをやりたいという思いだったに違いないですからね、その思いを汲んでぜひとも大会に出させてあげてもらいたいなというふうに思います。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。